はい、どうもこんにちは、タッカケッチです。さあ今日はですね 6.4 で強化されたこの海賊、まあ、今やもう大海賊時代、右見ても左見てもね、海賊をね結構ね使ってる方が増えたと思います。何よりこの海賊のスキル、砲撃のスキルのね集中砲撃ができたことによってかなり海賊使いやすくなったと思います。がやっぱりね、未だにね海賊敬遠されてる方いるとは思います。まあ、基本海賊って、まあ、普段ね使う特技ってもう大砲置き、まあ、これをメインでね使っていくと思う。でやっぱりね大砲を置いてエイムを合わせてダメージを与えるのが難しい。敵がね動きまくるから、まあ、このなかなかね大砲が当たらないんだよって思ってる方、はい、それね 6.3 までね、今やこの集中砲撃のおかげでかなり敵にね大ダメージを、大砲のダメージを与えやすくなってます。まあ、今日はそんな強くなった海賊の、まあ、扱い方っていうのをねご紹介していきたいと思います。さあまずはね海賊のメイン特技であるこの大砲置き、はい、使うと向いてる方向に大砲が発射されます。ドーン。初回は、6.5 秒後、そしてその後約14秒間隔で大砲の弾を撃ってきます。そしてそれらを3台最大ね置くことができます。この砲台90秒で、消滅するか、もしくはヒットポイントがあって2000ダメージ食らうと、消滅してしまいます、この砲台。そしてその後その大砲を置いた後に、まあ、砲台を敵に当てないといけないので砲撃ロックオン、集中砲撃を使って、まあ、敵にねダメージを与えていくっていう形になるんですが、まずは砲撃ロックオン、こちらが指定した1台の大砲を一番近い敵の方向に向けてロックオンさせてダメージを与えることができます。なので3体ねこう動かすためには3ターンかかるってわけですね。ただしこの砲撃ロックオンのいいところは使用した直後1秒後にね弾が放出されます。なのでさっきの14秒っていうのがリセットされるわけなんですね。使った直後1秒後に発射されます。なのでこういう基本的にこういう交互に使っていくって感じですね。ああやってね自動で追尾していく、いけるんですね砲台。そしてこの集中砲撃なんですが、砲撃ロックオンとは違って3台まとめてね指定した敵の方向に向けることができます。3台一気に1ターンでこういう風にね。ただし砲撃ロックオンと違って集中砲撃は発射の時間がリセットされないんで、こちら約ね14秒間隔で弾が発射されます。なので連続で使ってもこういう風にね連射はしてくれません。なので大砲を置いた後にまずやることは、こういうエイムが合ってなかったらまずね集中砲撃で敵の方向に向かせます。そしてその後砲撃ロックオンで攻撃していくっていうのがねメインの行動になってきます。まずは集中砲撃で敵の方向に向けて、そして砲撃ロックオンで連射させていくっていう形ですね。しかもこの大砲の射程が30メートルといって結構射程距離あるので遠くから撃てることができます。メナゾーマの2倍分の距離を撃てます。なので砲撃ロックオンと集中砲撃の違いが、集中砲撃でまず敵の方向にね方向を向ける、そしてその後に砲撃ロックオンで連射して攻撃していくっていうねスタイルになってくると思います。さらにビオリムを使って行動間隔を短縮すればターンが早く回ってくるので、まあ、それだけね砲撃ロックオンをねできる回数が増えるのでダメージは上がります。
手数が増えるのでね。はい、さらにねこちらこの大砲の威力を上げることができます。それが砲撃ブーストとなっております。砲撃ブーストは30秒間フィールドのね全ての大砲あと必殺のウルトラ大砲に余ダメダメージ増加 30% アップ、ダメージ上限突破の効果を付与します。普通の大砲が上限が1999なら2999に、ウルトラ大砲のダメージ上限が4990なんですが5999に上がります。ので砲撃ブーストをすることによって余ダメダメージアップ、そして砲撃ロックオンでよいしょ1742。さらにこのブーメランのねレボルスライサーとかなり相性がいい。受けるダメージをアップさせて砲撃を砲弾を与えると2732というねダメージになります。なので必ずねこの砲撃ブーストとレボルスライサーはセットで使ってほしいんですが、先に使うのは砲撃ブースト、効果時間が30秒に対してレボルスライサーの効果時間が20秒しかないので、必ず砲撃ブーストからレボルスライサーを使うようにしてください。そうすることによって効果的にねダメージを入れることができます。続いてこの連続ロックオン、はい、使うとフィールドにある全部の砲台が敵の方向にね自動で向いて砲台を撃つことができます。敵が動かろう動こうが砲台がね自動追尾してダメージを与えることができます。さらにこちらこの大砲を先ほど90秒で消滅すると言ったんですが、その消滅時間をリセットしてまた0秒からスタートすることができます。この連続ロックオンなんですが、まあ、基本 6.4 になってからはこの連続ロックオン CT が来たからって言ってすぐに使わなくなりました。まあ、なぜかというとこの集中砲撃があることによって砲台の弾を敵に当てやすくなったから。なので連続ロックオンはなるだけ取っておきたいっていう特技なんですよ。基本的にこの砲台、まあ砲撃ブーストとかのバフがかかってない限りは使い捨てと思ってください。まあ敵はねこういう風に今パラディン構成できてるのでまあ動かないんですが、だいたいね動く敵を相手にすると思うんですよ。なので場所が毎回変わっていくと思うので常に大砲は使い切りでやって集中砲撃で狙った方が効率よくねダメージは与えると思います。こういう風にね新しく作って、ただこの砲撃ブーストを使ってさらに、まあ、レボルスライサーで与えるダメージをアップさせた時にこれをね大砲機を置いてしまうと消えてしまうので消したくないよ。ただねちょっとね行動範囲がちょっと大砲の近くに行けない、砲撃ロックオンをできないっていう状況の時に連続ロックオンを使うと効率よくダメージが与えることができるので、まあ、バフが入っていれば連続ロックオンを使う、あとは必殺のウルトラキャノン、まあ後でご紹介するんですけども必殺の、ウルトラキャノンを消したくないよ、効率よく使いたいよっていう時に連続ロックオンを使うと大ダメージを敵に与えることができます。さあ続いて必殺ウルトラ大砲機、この大砲機がめちゃくちゃ強い。40秒間大砲がでっかい大砲が出てくるんですが、普通の大砲の威力の2台分の威力、ウルトラ砲撃2436 1356、この火力がめちゃくちゃ強い。ウルトラ大砲、ウルトラ大砲が出たら砲撃ロックオンをウルトラ大砲と普通の大砲を交互に入れていくとダメージを効率よく出せます。さらにこのパニックキャノン、これがめちゃくちゃ強い。すべての大砲とウルトラ大砲に90秒間行動間隔短縮、3秒短縮、被ダメージ 25% 減少、まあ、ファランクスですよね。そして攻撃時確率で恐怖の付与を与えます。そしてさらにすごいのが
全大砲を設置時間をリセットすることができます。またさらにね、1秒から、始めますので、ウルトラ大砲とパニックキャノンを同時に使うのはちょっともったいないです。ウルトラ大砲を使った30秒後にパニックキャノンをね使ってください。そして行動間隔も短縮されるので、大砲の砲撃間隔が約14秒から約11秒になります。砲撃の間隔が。そしてウルトラ大砲の砲撃間隔が 11.9 秒、約12秒から9秒に短縮されるので、パニックキャノンねうまく使っていきたいですね。で、連続ロックオンはこういうバフがねガガッとかかってくとき、新しく砲台を置き直してバフを消したくないときに、まあ、連続ロックオンを使っていくっていうのがね主流な動きになってくるみたいです。さあ実戦でねエビルプリストやっていきたいと思います。まずは何はともあれ大砲置き、もう今や大砲はとにかく近くに置くこと、3体ね、よいしょ。それでまずはエームを合わす集中砲撃、はいドンと。さらにコマンダー感覚を速くするためにピオリム、集中砲撃は一発当てるまでは自動追尾でしてくれるので、遠く離れたとしても動いて攻撃してくれます。さあピオリムやった後に今度は砲撃ロックオンで攻撃していく。砲撃ロックオンは使った後1秒後に発射されます。リセットされてね。なので1秒以上早くなることはないので、 A に打ったらさらに次は C でやる。 ACAC っていうね交互に2台をね回してきます。砲撃ロックオンでピオリムがあるとさらに早く行動感覚が進ますので、まあ、B にもできたりねこうできるので、行動感覚が早くなれば。そして必殺チャンスもね効果があるので最下を引いていく。あーちょっとね当たるダメージ少なくなっちゃったね。で火力を上げるために砲撃ブースト、あ必殺も来てたから最初にちょっとねウルトラ大砲をね使った後に砲撃ブーストを使った方が効率よくはダメージ与えます。そしてレボルスライサーでさらに、はい受けるダメージも大きくなった。さあ砲撃ロックオンでロックオンしていく。ウルトラ大砲をやってね、3881めちゃくちゃ強い。よいしょ。さらに、30秒ぐらいになったらパニックキャノンを使う。そうすることによってまたね効果時間がリセットされます。あのウルトラ大砲のね滞在時間か。よいしょ。避けないといけない、まあ、こうやってね離れて、もし例えばこういう風に動いてしまった場合にあれは消したくない、ウルトラ大砲を消したくない、なので近づけない状況だとこうやって連続ロックオンですることによって自動で追尾してくれるようになります。なのでこうやって離れて大砲に近づけないよという時に連続ロックオンを使うといいです。そして近づけるようになったら砲撃ロックオンでさらに与えていく。あ、死んじゃったね。基本ねあんまりね使わないね他の特技はね。まあ恐怖弾とかスタンダーショットはちょっとね危なくなったりしたらちょっとね使うよね。壁が抜けたりとかしたりした時に攻撃ロックオンで、こういう風に3台ねちょっとまとめて動きたいよという時は集中砲撃を使ってまずエームを合わせていく。さらにもうバフの効果が切れたので、まあ、先ほど言った大砲は使い捨てなので新たに大砲を置き直すのがいいでしょう。置き直してでもって
集中砲撃で使うと、そして砲撃ブーストでダメージアップをして、レボルスライサーでさらに余ダメージもアップと、こういう風に動いていく場合は、まあ、集中砲撃を使うと一気に3台向けれると。集中砲撃連続して入れてもしょうがないよね。砲撃ロックオンだね、これは。砲撃ロックオンを交互に入れてる。これ1800って1台ね、メナゾーマ1発分ですからね。それが3台だから1ターンでメナゾーマ3発与えるっていう感覚だよね。これめちゃくちゃ強いよね。はい、っていうようなね、海賊の説明書っていう動画でした。まあ大砲がね CT なくなって、さらにね集中砲撃でエイムを合わせやすくなったことで、かなり使いやすい職業になりました。そしてダメージも高ダメージも入れれる職業になりました。まあまずは大砲3台置いて集中砲撃で敵にエイムを合わせて、そして砲撃ロックオンで連射してダメージを与えていく。そして大砲はね使い捨てなので、まあ、砲撃ロックオンとか集中砲撃が近くにできない状態の大砲がある場合に、どん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 新しいのを置いてって、効率よくねダメージ与えてった方が敵を討伐しやすくなりますので、どんどん、大砲は置いてってください。ただしね、バフがかかるパニックキャノンだとか砲撃ブーストがかかってる時にね、あんまりね大砲を置き換えたくないので、まあ、そういう時にはね連続ロックオンを使ったりっていう戦いになります。あとは戦局が危うい時に恐怖弾で敵のね移動スピードを下げたり、はたまたねスタン弾でスタンを刺したりっていうようにね、ジャマーの攻撃もできるので、かなり強くなった海賊となっております。まあ、海賊は基本的に大砲を使ってダメージを与えていくというスタイルになったんですが、まだまだこの三段ショットも使える技となっております。大砲が遠くにいて、まあ、連続ロックオンでした後に、まあ、やることないよって言った時に、まあ、ピオリムをやったり三段ショットでね自分自身でも火力を貢献することができるので、三段ショット、まあ、使えるの技なのでね使ってみてください、三段ショットも。っていうわけで、本日もご視聴ありがとうございました。また見てね。